せーの、本日のよろぴこ。すいません。じゃあこれでいい、まあ3回もよくできるもんな。はい、できます。いきますよ、吉岡さん。はい。コロナに負けない。プレイボール。よろしく。素晴らしいのには。俺あの行ったのも5月の頭じゃない、うん、で日本じゃもう特に2年目はね揉めたから、うん、アメリカでも日本じゃ2軍もダメ、うん、1軍もダメ、うん、ピッチングバッティングピッチャー2軍でな、うん、やるぐらいで何もしてないから、うん、ゲーム感覚が何もないじゃない、うん、で行ってやったら最初はやっぱりダメだった、うん、だんだん良くなってきてね、うん、でやったんだけど、でだから終わったらねそんな話があったんだっつって、波乱万丈ですね、うん、あのネタのね。いや本当ですよ。でもさ、やっぱしアジア人ってその頃少なかったでしょ。いや、全然ないですよ。メジャー、あの教育リーグにも。だから何回からその人たちが高橋宏氏とか、はい、ルーキーにでね、一番下に行ったんだけど、はい、あとはだから日系のね、はい、ああいう人はどっかではやってたかもしれないけど、ね、ブレゾのジャイアンツにはいなかった。日本人は周りにはいる街があるからね、うん、そういうことね。それで8月15日には村上デーという2年目ねやってもらって、はい、でフィリーズっていうチームはすごかったんですよ、はいはい、フィラデルフィアのね強かった、はい、で自分が先発だったらもう右のバッター揃えてさ、うん、ちゃがよくてさ外のツリーアウト三振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 かな、うん、それで5つ目3回かな5つ目とえっとかなどうだったかなで、ちょっと色気が出てね、うんはい、もしまた三振やったらばなって、コンコンと打たれて、うん、で逆転されちゃったんだね、うんはいはい、で交代だから、でシャワー浴びて、でスタンド行って、あの知り合いが来てたから、一緒に見てたら、かかってったら、逆転して、うんね、リードして、うん、で、8月15日にまた日本が負けたなんてなったら困るからさ、うん、勝ってよかったなと思ってね。いろんなあるね。いやでそれから本当はやっぱりメジャーリーグとして続けたかったんですよね。あいやもう当然行きたかった。中川が帰ってこいっていうことになったんですよね。まあもちろんそうなんだけど、はい、一つはやっぱり鶴岡さんと口約束で行かせてくれたから、うん、やっぱり人を裏切ることができない。それでもう泣く泣く帰ってきちゃった。帰ってきてまたその後メジャーに再挑戦っていう気持ちはなかったですか。自分がだから18年ぐらいしたらもう年や、うん、もうそろそろやめないわけ。こうやってなんか失礼して、うん、その頃になってきたらもう俺も向こう行ってもやれてないなと思った時にそろそろ出てきてもいいなと思ったんだよね。だから15、6年してからね、うん、結局27歳かな20年やって、うん、で83年に辞めてであのもう一回ジャイアンツにトライアウト行って、で年だから仕上がりが遅いのよね、はい、年っていくつですか。だから38になると、うん、38ね、うん、で遅くてであと3人か4人ね、うん、マイナー行きって残って、うん、最後になってダメだって契約しないんだ、うん、だけど俺は家族をシスコで来るように言ってやったから、うん、学校辞めさせて、うん、でいやいや自分の体験からするとねチャンスがあったらやっぱり異国の地を、うん、でこっちで本読んで、I have a pen ぐらいのことを勉強してるよね。向こう行って、向こうの文化を習って、会話をしてやってたら、ずっといいなって。そうですね。9ヶ月ぐらいだけどね、うん、アパート借りて、住まわせて、学校行かして、やったの、うん。それがいいな。で、俺もフリーバッティングやったんだよ。うん、だから、アトリハンマーカーっていうのがいたんだけどね、左のピッチレースで。それが5月ぐらいかな。マシー、DM に行って、契約したら、と。俺は投げてよくなってきたよね、うん、フリーバッティングの力いっぱい投げてるの抑え勝負してる気がするビュンビュンなの、まあ、楽しんでる。バッター困りますけどねだけど、まあ、もういいやつってね、うん、で契約でもすればさ子供たちは球場の近くのところでねアマンとかやってるからさ、うん、で俺はどっか行くかもわかんないじゃない、うん、ああなるほど。そうですね。また引くすのも大変な。あ、まあそうですね。でも9ヶ月いるってすごい勉強になりますね、子供たちはね。そう僕でも一番最初カーパー行った時に教育リーグ、うん、タンパ、アイエスシティですよ、うん、あそこに行かされて5、6人で、うん、
ルーキーリーと 1A で秋やるじゃないですか、うん、試合、うん、あれでいろいろロイヤルズとかいろんなんで試合入れてもらってやったんですよ。それを3年ぐらいやったかな。あの経験がすごくやっぱ勉強になりましたもんね。まあ、チャックタナっていうパイレーツの監督がいて、で、あの時やった時になんとなく外国人に対してのこうあれがなくなったですね、コンプレックスみたいな。そうそう、だから普通にこ う, そ う, そ う, そういても別にどってことないっていう感じが、うん、自分なんかプロ1年入ってね、うん、サンカー、ハドリー、うん、ピートとかね、はい、いたんですよ。ちょっとあのちょっとこう片言のちょっとピートってのピートローズのことですか。誰ですか。サードにいたのよ、ピート。南海に。あ、南海でね。そうそうそう、一流ハドリー、エーススタンカー、スタンカー、ね、すごいですね。で、うん、あの1年目ですよ、ね、会ってこう話したりしてる、はい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 、そういうのがあるから行っても自分もあの性格的にそうかも分かんないけどね、うん、平気で入っていけるんだよ、うん、でいろいろとキャンプ行ってもさ、うん、最初から分かんない辞書持ってさ、うん、フランス系とアメリカとかね、うん、スパニッシュもこう、うん、教えてもらったりとかしながらね、はいはい、どん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 こう入って、そう性格にもよるんだよな。まあそれはあるでしょうね。だからほら最近大谷選手ですか、うん、で通訳がどうだこうだってぐずぐず言われた話があったじゃないですか。通訳を使わずに自分の口で喋った方がいいっていうほら、うん、なんかコメンテーターの人がすごい叩かれてたけどね、うん、アメリカ語で、うん、そういう目でも見るんかなと思って見てたんです僕。で大谷選手は通訳を通さないで自分の口で喋った方がいいんじゃないかとかね、うん、だからあの普通は喋ってるんだよ。だけどあの取材になってきた時には通訳を入れるっていうんでね、うん、なるほどなるほど、間違った、うんね、変に誤解されたですね、うん、そうそうそう。でもどうですよ大谷選手みたいな。メジャーリーガーとしてなんか知らんけど、なんかタイプ似てないすごいですよね、でもね、その当時の僕、映像を見てみたいですよ、村上さんの。ないですか。ほんと見てみたいですよ、やっぱ今でこそみんなすごいって言われてるじゃないですか、うん、日本のプロ野球選手が160投げたとか、うん、で大谷選手がすごいとか、うん、ダルビッシュがすごいとか、当時がね、うん、ただ、僕ね、その当時見たら負けてないよねっていう映像だと思うんですよ。いや多分そうだと思いますよ、じゃないと。カナダさんのさっき話したけど、佐々木慎也さんがもう160出てたんですよっていう、見てみたいっていうところありますよね。これは160は出てないけど145は出てたもん。コントロールもいい方だったから、ね、だからメジャーで89回3分の1投げて、うん、一応100個三振取ってるから、うん、はい、だから今の世の中ってなんかスピードガンに頼るじゃないですか。そうな、昔の選手ってのピッチャー、僕らもそうですけど、ギリギリいたのかな、江夏さんとか、いろんないいピッチャーの人たちが、ちょうどまた見れた時代なのかな、あの、そういうコントロールと技術で勝負できるって、だから最近見てて、すごい、スピード重視って、投球術よりも、スピードの方ね、うん、まあ、何でもカッターとか、あのスプリットとか、ボールを動かすけど、ちょっとコントロールはどこ行ってんのかなっていう時があるんですよ。まあ、ちょっと荒れてるよね。ですよね。それはあると思う。ああ、なるほどですね、うん、だから自分らの頃はね、早いピッチャーもいましたよ。オーファックスもあのなんていうかな、ドシーンと来るんじゃなくて、キレのいいヒヨッとして上からのカーブがドーンと落ちるね。あ、ちょっとね、ピッチングフォームはね、昔の大先輩だとワールドスパンっていうね、ワールドスパン、左のピッチャーね、これ、うん、これ、うん、なんかカーブに来ましたからね。あ、そう、コーチで、あー、で、うん、こうやってあのグラブでボールを隠しながらこうやって投げるんですよね。へー、それがその後のサンディ・コーファックスもそんな感じです。今のカーショーもそんな感じですね、うん、あ、はいはいはい、すっごい僕ね、印象がトムシーバーなんですよ。あ、なんだかボール浮き上がるライジングボール、ライジングボール、うん、ものすごいイメージあるんですよ、ね、へー、あとノラ・ライアン、まあまあそれはもうトムシーバー僕なんか知らないけど、すっごいイメージがあるんですよ、うん、あんまでかくないですよね、トムシーバー。でかいですか。そんなに大きくないと思う。ですよね、うん、だから僕すっごいそれがイメージがあって、だから本当にちょうど日米でやらせてもらってるとか、あのショート守備だけで多く取るアメリカの、うん、あの当時何だか魔法使い、いたでしょショートで、だんだんね嘘あれあれあれこれ
誰だっけ、オージー・スミス、あとピート・ローズですよね、うん、ピート・ローズは日米の時来てましたからね、うん、はい、オージー・スミスは寒いじゃないですか、日本、あの時来るの、うん、だ手袋外さないからね、守備、あ、手袋したらもう右手もですか、右手も、普通に手袋壊れない、マジですごかった、やっぱそういうのたくさんいたな、いやいや、当時、そうですね、メジャーとしてですね、その後、やっぱりまあ、ある意味、マーシーさんから随分時間が経って、うん、時間30年。30年ですよね。30年後。だから生まれる前だよな。そうですね。その前にマックス鈴木がいて、ちょっと早かったでしょ。もう30年近いところですよね。だけど、マックス鈴木は、あれはメジャーじゃないから。言ったけどですね。まあ、野間さんの方が先でしょうけど、うん、アメリカっていう地にはいましたよね。そうでも今は本当、だいぶこう行き来しだしましたね。まあ、いいことじゃないの。自分はやっぱり、鶴岡さんとの約束を守ってね、うん、これは良かったなと思うんだけど、うん、でもできれば、鶴岡さんが、もう何年かやってこいよって言ってくれたら喜んで行ったんだけど、まあ、でもチーム時代ありますからね、その後でも何回で、2桁勝利4年連続からされてますよね。4年だか3年だか分からないけど、はい、そんなに大したピッチャーじゃない。いや、でも、いや、すごいですよね。でも、あの高橋っていう選手よりは俺の方がバッティング良かったかも。俺の話や。高橋って高橋。俺だって、あの、ノムさんの時にね、お前今日先発勝ってるのそうですよ、分かった、じゃあ今日のなオーダーはな、3番門田、4番野村、5番村上、6番ジョーンズだっつって言ったから、いや俺ピッチャーだから6番でいいですよって6番だったの。元祖二刀流じゃないですか。で、俺はあの知らない、俺3試合先発で3試合連続ホームラン打ってんだよ。うわーすごい。で、その間に1回ピンチヒッターでレフト前、それはすごいですね。元祖二刀流ですよね。元祖二刀流ですね。その前はあのほら近鉄にいたあの人、外野の九州に今いる。で、近鉄から日本ハム来た。日本ハム、梶本さんじゃないけど。梶本さんずっと上だ。ずっと上ですよね、左。まああの人は結構、まあ、ピッチャーだからちょっと短かったけどね。で、バッティングがいいからって言ってバッターになって。でも昔の人、首位打者一回取ったかな。昔の人ってみんなバッティングいいですよね、プロ野球の人って。まあ結構いいのもいるし、長渕さん。だって池田さんもバッティング良かったでしょ。バッティング良かった。良、うん、かったでしょ。どっちが一番か分かんないぐらいバッティング良かったし、うん。だからあいつはね、100勝したらバッターになっても良かったなと思って。今からいろいろと問題が起きちゃって。うん、ああ、そうですね。そうですね。元気でやってますよ。そう。まあ、俺だから福岡でほら、クラブかなんかやったら。バーですね。バーやってました。うん、はい、あれ、2、3回行ったよ。ドーベルっていうバーをやってて。で、この間もポッと回ったら、すぐエイジシュートやってました。そう。めっちゃゴルフうまいです。だから、西鉄のメンバーは、稲尾さんが入ったら、契約金で打ちっぱなしでそっち行って、それで尾崎やってました。そうですね。そうですよね。尾崎さんもそうですよね。うまい。もうあの辺で先輩になりますからね、あのプロ野球の。だからね、もうあの辺と一緒になったらね、もう先輩になってしまうんで。だから、明日ね、あの下崎のね、レストラン、相撲ジャヤってあるんだな。あ、相撲ジャヤ、はい。知ってる？知ってますよ。知ってます。明日会うんだ。あ、よろしく言ってください。そんなことなんでだって。いやいや、待ってください。明日会うんだよ。もう何言われるか分からない。彼からゴルフやったら、そしたら、じゃあ、つってね、あの池永のこの方のさ、サインが入った写真をくれてさ、うん、でも、使ってないんだよ。ちょっとどういう風に使っていいか分かんない。なるほど。昔はだからね、あのピッチャーの人はやっぱ、バッティングもいいし、っていうのは聞いてた。でもいいな、でもな、アメリカはこう、年に何回ぐらい行くんですか。いや、もうほら、あの仕事はないから、仕事があったら行きたいと思うんだけど、うん、もう仕事をやらないと自腹で行くケースが多いじゃない。だったらもうな、節約しても最低50万はかかるしさ。かかりますよ、やっぱ。うん、それはかかるよ。かかるんだって、大谷見に行くのに。そうですよ。だって、あのホームズみたいにな、道路に寝てさ、うん、で、缶持って、ホテル球場で見に行かないもん。そうですよね、確かにそう。じゃあ、でさっきちょっと話したじゃないですか、うん、ベースボールが日本に来て、あ、あのなんかこの間、
50年ね、うん、でそれがあって先日あのオールスターでコロナのね、うん、感染があるからやめようと思ったの。そうしたらそのロスのリトル東京ってとこでね、はい、そういう会場があるんですよ。でそこでねあの日米友好団体があって、はい、150周年の記念をやりたいと、だからあの来てくださいよと、うん、そうかじゃあオールスター見に行こうかと思って行って、うん、それでまあ2日前に行ってアナハイム行ってちょっと大谷に会ってね、うん、特別に会わせてくれて、うん、でその日曜日オールスターの前の日曜日にねそこであのちょっとセレモニーやって、そしたら昔のドジャースのオーナーだったピーター・オマレって、そう孫の誕生日だったけどね夜だから6時からそのぐらいに始まるからね、うん、で4時から始まったから30分ぐらい来てくれて、うん、いけないって言ってたんだけど来てくれて、あのすごい有効な人なんだよ、うん、日本に対してね。で俺には毎年のようにクリスマスカードを送ってきてさ、うん、で2年ぐらい前結婚50周年になりましたってそのカードも送ってきたりするから、うん、久しぶりに会えてね、まあ、よかったなと思って、そこでセレモニーしてで日本に来た。それは何かというとオーレス・ウィルソンっていう人が南北戦争をやった後に日本に来て日本の学校をね英語を教えたんだろうね、うん、今の東大、はい、東大の前身の学校なんですよ、うん、それが開成校学校か昔はね。その学校ちょうど赤坂の昔 の, あのホテルニューオータニの反対側の方のところにある、うん、あの辺のところにあったらしいんだけど、なんかそこにはブラブだかなんかのあるんですかね、調べたらね。あるあ、はい、その辺で教えたらしいんだ、うん、学校ね。で昔はあのその平和球場神奈川のね、うん、今の横浜スタジアムね、うんはいはい、あそこに自分らやった時は平和球場ってやって甲子園の予選があったんだけど、そこへやったのが日本で最初のプロ野球メジャーリーグも横浜に船で来て、そしてあそこでルー・ゲーリックとベーブ・ルースが来て日本のチームがやって、で別名ルー・ゲーリック球場って言ったんだよ。であの公園の中に球場があったからね、うん、でそれを今の球場を作るんで潰しちゃったんだね、うん、であれはね残念だった。クーパーさんみたいにすればよかった。あの草薙がね沢村が投げてね抑えたとかなんて言って言うけど、それよりもだから150年前にまあそれは平和球場違うけどこのホレス・ウィルソンって人が教えて、それで150年でなったんで行ってくれって来て、ぜひともあのセレモニーに出てもらって、でちょっとお話を聞きたいんです。なるほど。で始まったんだよ、はい、でここに、まあ、日系の人ね、うん、でここにアメリカ人の通訳がいて、うんね、日本はどっかの学校日本に来てあの学校で教えてるのって言ったらしいんだよね、うん、日本語十分です、うん、でお客さんが150-150人いてさ、うん、で話し始めた、うん、でいろいろとでこっちからこう聞き始めたんだけど、なんか言ってることが分かったから、こっちも日本語でこうやってこっちで英語でやるんじゃなくてさ、うん、25-26分の時間だけど、うん、もうほとんどたまに質問の難しい言葉が出てくる、まあ、なんだったんだって聞いた、こうだった、あそうか、でもう全部この字でやった、ああ全部すごいすごいですね。あやばくやんねオープンザウィンドウぐらいしか分からんな。でも絶対ね、そうだよね、最初ね、あの時ね、こうやって終わってからさ、ちょっとみんなでおつまみでいっぱいやったね、うん、って話してたら、分かったっつったら、十分分かったっつって、外人、もうほら、2世の人とか、うんうん、アメリカ人とか、うん、みんな来てたから、すごい、すごいですね。今度ほら、行く時はあの、ぜひ村上さんにね、紹介してもらっていかなかったね、なんつうの、はい。だって半年でさ、あの3月10日に行ってね、8月31日にフレズノって田舎からサンフランシスコ飛行機で行って乗り換えてニューヨーク行ってね、ホテルまで俺一人で誰も迎えにしてくんないんだよ、ね、だから困っちゃって、だってホテルの住所を聞いて何倍の住所、うん、ここで行く時のチケットもらっただけだ。ああ、ここでホテル行ったらお前の名前ない、本当にないって言うんだよ。えもう一回見てくれって言うのないよ。あロビーで20分ぐらい荷物持ってさ座り込んで、いや困ったな、ないんじゃな。でジャイアンツはどっかでゲームやってそのホテルに入ったんだよね、うんうんうん、その20分の間も2時間ぐらいだよ、気持ちになると、明日の朝俺はハドソン川でいやいやそんなそんなね、そんな気持ちになりますよね。なるなる、うん、いやなると思う。面白すぎやね、話めちゃくちゃ面白いです、楽しいです、いろんな話が聞けて大変。高橋ね、大先輩の高橋さんがね言ってきたらノーと言えないこの句よく言いますよ
でも昔の人の話って聞いてすっげえ楽しいですね、うん、楽しいですね、うんうん、だからさあんたもあのいや放送やってんだろ放送やってないですよ。そのやってない YouTube ですよ。違うあの野球の放送なんかやんないやんないですか。やんないのか、はい、で俺はいつも思うんだけどね、日本の放送ってねツーシームとかカットボールばっかり言ってんだよな。それもそんなの見てりゃ分かる。分かんない時はね今のは何のボールでしょうかねって解説者に聞くとかすりゃいいしね、うん、それよりもねあれ今のプレーすごいいいプレーでしたけど、そうしたらその、解説者がねいや本当に今はね昔のねあの広島にいた高橋っていう、ねあんな人もです、ああいうプレーをやりましたよとかってそういう昔の人を出してやるってことはね歴史をつなげることなんだよ。それが日本にはないの。それでどちらかというと始球式はねあの若い女の芸能人を、ね、アメリカ芸能人でやらないからね。だからこの前渡辺県、うん、あれをやったらあんなの珍しいんですよ。日米友好があるからそれをやらないんだけど、あの向こうではあの大統領は開幕戦にやる、ね、あとはねやっぱり球団の OB とかそれとあとは一般人の当たった人とかね、うん、とあの子供たち、うんあのはい、ハンディキャップ持った人とか、うん、そういうような人たちが来るけど、うん、映画俳優歌手そういうのは一切やらない。そこですね。だから、まあ、ジャイアンツの、ま、前見た時もね5回終わったらさ おじいちゃんが3人くらい出てくるんだよね、うん、だウェイティングサークルってバッティングの練習やるとかね、うんうんうん、丸いとこあるじゃない、うん、あそこのとこへ立ってさお客さんあのだって今ね立ってるのはね昔どこどこでジャイアンツでやった、佐渡を守ったあ A さんですよって言ったらね手を挙げてこうやってね、ああいいですね。子供たちもさいい、ね、おじいちゃんあの人誰ってこうやってさ、うん、そして次は B さんがね、うん、こうやってねあのやる、そうすると歴史を伝えていける、うん、日本はそんなことまずない、うん、ないですね、ないですね。であんた広島にいたのっていう感じになるえそうですよね。そうなの、ね、だんだんそうなっていきますよね。どんどん、うん、だから OB をうまく利用するっていうことをしないし、うん、だからあの前聞いたけどどっか あのジャイアンツのね新人が宮崎で金田翔一さんがキャンプでグラウンドでこんなになっていたらしいんだ、うんうん、そうしたらグラウンド入ってきたその新人とこちらの誰か選手がね、うん、一人があの人誰なんて言ったらお前知らないのか、俺は金田翔一って400人って言ってあそうって、ね、でも本当にそういうギャップありますよ。そうだから、ね、絶対ありますよ、うん、例えば長嶋さんが2度目の監督やった時に、うん、10歳13歳の子は知らないんだ。知らないですよね、うん、知らないですよ、ね、だから知ってるのは有本さんと王さんと野村さんぐらいかな、うん、テレビちょこちょこ出る人、うんね、解説やったりとか。いやそれでも知らないですよマジで。だから放送の中でねやっぱり昔のプレイヤーの話を話題を出すという。だから俺が1回ですね、1回放送やってヤンキースとねどっかのゲームがもう10点20点の差でさ40年ぶりとかなんとか言ったんだ。だから9月の1日なのよ日本時間だけどね、はい、もう3度目言ったからね。だからねあちょっと余談ですけどね私って悪いんですけど今日私ねメジャーになった日なんですよって言ったら、うん、あそうですかねってなりましたそう言ったらさなんか悲しいな あの頃どうでした聞きたいですよね。ね30年前40年前とかねそういう話になる。ワクワクするけどな。そういう話になるのにさあそうですか大球になりましたカットボールとかわかんないけどさ、うんはい、これで終わりだよ。あれにはがっかりしちゃったな。だから面白いのは逆に昔の映像テレビ局あるじゃないですか多分、うん、それをこう今の試合の中でこうちょこって流すとかね。ないですね。セカンドのいいプレーやったら高木宗一さんとか、うん、そういうバックトスをこう、うん、いるじゃないですか、うん、そういう人たちのをこうちょっと流しながら放送しても面白いかもしれないですよね、うん、だからメディアの放送を見てると映像の中に結構昔の人が出てきたり、ね、そうです。日本はそういうことしないの、ね、いやでも楽しかったですね。もう終わりお腹すいたでしょ朝飯食ってんねんもう全然用意してくんないから急にどこの寿司取れてるんですかもう怖いわ本当いやー、ほんと、また、ちょっと、また出ていただいて、いろんな話、ちょっとメジャーリーグの話とかしていただきたいですね。で、この映像を見てみたいね、ちょっと探したいね。こうでしたよ。そうですよね。映像ね。見たいっすね。いや、でも昔の人の映像って、やっぱ、たまに探してみるけど、すごいですよね。やっぱ。すごいと思います。昔の映像はないけど。これ
でええぞって言われたんですけど、面白い、ほんと面白いよね。出てきた。大谷君じゃないですか、うん、だから16日に会ったでかいね、でかいよ、もうでかいっすね、村上もでかいのに、それ全然、俺でもだって入った頃は一番大きい方だった。そりゃ大きいですよね、大きい、昔の人ってでかい、生き残ってる人ってみんなでかい、ほんま昔のプロ野球の選手ね、ほんまでかいよ、みんなそれもね、普通の俺たちの一般よりでかいから、このね、生き残った人って体が違うよね、うん、と思う。足さんでかいっすよ、でかい、いろんなことも喋るし、面白いですね、ありがとう、ペンや、まあそんな感じで、はい、本日は本当ありがとうございました。今日ありがとうございました、楽しい話で、ひるみさんじゃないけど、この花いっぱい食べてください。この顔やめてください。広島は高橋って言ったら、もう怖いわ、本当今日はありがとうございました。また機会があれば、本当ぜひこれに懲りず、はい、ぜひ出ていただけたらと思ってます、はい、お願いします。はい、面白いよね、面白かった。本日もご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。